お隣の男子大学生に胃袋をつかまれそうです9皿目鳥そぼろ丼今日は遅くなってごめんね結城くんうわぁもう10時だとんでもないです手洗いうがいは済みましたかはい済みましたすみませんでした <laughs> どっちですかお待たせしてすみませんという意味です 私がへこへこしながら慌ただしく席に着くと、もうユキくんが食事の用意をしてくれていた。今日は温泉卵付きの鶏そぼろ丼だ。ああ、今日も美味しそう。そしてごめん、私今日も何もしてない。大丈夫ですって。とりあえず食べましょうか。いただきます。い,いただきます。 申し訳なさすぎて縮こまりながらも一口食べるあー今日も本当に美味しいごめんなさい美味しいですなんで謝ってるんですかいやなんか迷惑かけてるのに美味しいご飯を作ってもらって申し訳なくてそんな美味しくて良かったです 今日お忙しかったんですね本当にごめんね明日の提案のための資料を作ってて私の帰りが遅くなるとその分作り始めるのも遅くなるだろうしタイムスケジュール狂っちゃうよねいえいえ今日は遅くなるって聞いた時点で作り置きのそぼろで鶏そぼろ丼を作ることにしたので作り置き常備祭ってやつですね鶏そぼろって常備しておくとすごく便利なんですよ そのままでもおつまみになりますしうどんにかけたら温玉そぼろうどんになりますしスパゲッティに入れたら和風ボロネーゼができますしあと豆腐と一緒に煮て肉豆腐にするとかアレンジもしやすいですどれも美味しそう今日はシンプルに鶏そぼろ丼なので作り置きのそぼろをチンしてご飯にのせてそれから卵をレンジで30秒くらいチンしたら温泉卵風になるのでそれを上にのせて完成ですなるほどあれ 卵ってチンしちゃいけないんじゃなかったっけ殻に入ったままチンしたら爆発しますよでもお皿に割ってちょっとお水を加えてチンしたら大丈夫ですそうなんだご飯は伊木さんが炊いておいてくださったので僕は伊木さんが手洗いうがいをしてる間にチンしただけですでもそれも作り置きをしてくれてたからじゃないまあそれはそうですねそっかー 常備菜とそこまで言って今日の仕事の反省点を思いついてしまったそっか常備菜どうしたんですかそんなに何回も常備菜常備菜っていや資料の常備菜用意しておけばこんなに時間かからなかったなって資料の常備菜ですか うん何にでも使える資料を作り置きしておけばよかったなって思ってっていうのもプレゼン用の資料っていわゆるスライドショーみたいな感じに作るんだけどはいパワーポイントとかそういうやつですよねそうそうそれで他の企画の提案でもほとんど同じスライドを使うことって結構あるんだよねそうなんですか別の提案なのにうん例えば うーん日本の人口に占める高齢者の割合とか去年のとあるテレビ番組の平均視聴率とかそういうデータって別に時と場合によって変わるものではないでしょなのにその都度調べ直してるなーって今思って今日作ってた資料もこないだ調べた気がするなーって思いながら検索したら案の定検索結果の文字の色が紫色だったりしてさ。 あ,あ一回見たページへのリンクって文字色紫になりますよね <laughs> そうそうそれってつまり同じ作業を過去にもやってるってことでしょそういういろいろな資料に使えるスライドをちゃんと意識してストックしておいたらいちいち改めてスライドを作らなくてもコピペすればいいだけだから時間短縮できるのになってそれは確かに時短レシピみたいな感じですねそうなんだよやっぱり。 ゆうきくんと話してると学ぶことが多すぎるなきっとゆうきくんって社会人になってもすごく重宝されるんだろうなって思うよ年下とは思えない何ですかいきなり結局料理とか家事とかを効率よく回せる人って仕事にもそれが出るんだなってゆうきくんと話すといつも実感するもんいやいやむしろ何でも仕事の学びに変換できる五木さんがすごいんですよ えー、そうかなというかそんなに仕事のことばかり話してるあいや話してるよね話してますねうわー未来のある大学生にこんなしみったれた話ばかりしてて本当にごめんいえいえきさんと話すようになってからお仕事って結構面白いのかもって思うようになりましたようんどうしてだってきさん 毎日充実してそうです考え込んでますし悩んだりすることも多いと思いますけどそれでもなんとなく毎日が過ぎてっちゃってるって感じはしませんそう見えるはいそっかいやーでもやっぱり結城くんに心身ともに支えてもらってるからだな結城くんが就活する時になったら私全力で協力するから何でも言ってね 就職かどうしたの憂鬱そうな顔してああさっきはあんなこと言ってたけどいざ具体的に想像するとちょっとブルーになっちゃうい,いえそうじゃなくてその会社の近くに引っ越さないといけないかもとこの家から通える距離でいい会社ありますかねいやいやそんなジムとかバイト先を選ぶんじゃないんだから そうですよねそれは分かってるんですけどまあ勤務地で決めるっていうのもなくはないか東京に出たいから東京の会社で働くとかっていうのもあるみたいだしそんなにこの街が好きなんだね優輝くんはこの街は好きですけどそういう話じゃないです優輝くんいつになく拗ねた表情の優輝くんに。 私は首をかしげる樹さんの会社はここから通えますよねえそれはまあもちろん私が通ってるからね樹さんの会社って簿記持ってると有利だったりしますかうーん有利は有利なんじゃないかな会計の知識は汎用性高いからね分かってて悪いことはないしそうですかんていうかあれ 簿記の結果出たのこの部屋でワインを二人で飲んだ日は、簿記試験を受けたお疲れ様パーティーだったわけだが、その結果を聞いていなかった。いつ頃結果が出るものなのか知らなかったし、万が一不合格だった場合に、傷口に塩を塗るようなことになる。合格だったら、結城くんから言ってくれるだろうと、そのままにしていたのだ。はい。合格でした。いっ もうおーびっくりした。いえいえ、そんな、五木さんに自慢しても仕方ないじゃないですか。自慢とかじゃなくって。五木さん、怒ってるんですか怒ってるとかじゃないけど、なんか、言ってほしかった。そうですか。結城くんはさっきまでの拗ねた顔から一転して、嬉しそうな表情になる。何その顔は。 私怒ってないけど結城くんを喜ばせるような態度はとってないつもりだけどいえ気にしてくださってたんだなと思うとなんか嬉しくていやいや気にするでしょうえ私そんなにドライな人間に見えるそんなことないですけどでもとにかく怒るくらい気にしてくださっていて嬉しいです、うん 怒ってないって言ってるでしょはいはいわかりましたわかりましたなんで私なだめられてるの本当に年下とは思えない